天井かよ。どんだけ課金すればいいね。兄貴何してんの？あ、娘やってる。それ楽しいの？うん、楽しい。ガチャ出んけど。てか、なんで今日ポニーテールなの？え？いいやん、別に何でも。いや、まあいいんだけどさ。前来た時ツインテールじゃなかったっけ？そうやったっけ？前の前はサイドテールだったよね。覚えてないなぁ。兄貴、女の子になってるよね。ねえ、もう絶対そうじゃん。なんでこのやり方。もうやめて。冷静に考えて、最近の兄貴は女の子になりすぎです。最年長なのに。そんなことないと思うけどな。あと台本書いてんのないこれ。でも台本読んで喜んでんの兄貴じゃん。確かに。でしょ。もしかしてだけど、実は女の子になりたいとか。なわけないやん。俺男やって。漢字の漢の男。でも最近うちに来るとき毎回手料理持ってきてくれるよね。しかも来るたんびに髪型変えてくるし。こんなんもう女の子ですやん。うるさいな。手料理ない子が喜ぶから持ってきてん な髪型は。髪型は可愛いかなって思って。やっぱり女の子じゃねえか兄貴。邪魔するね。翔ちゃん、いいとこに来たな。お前聞いてくれよ兄貴が。なるほど、ゆうくんが女の子すぎるっちゅうわけやな。そんなことないけどな。あの、まだ何も言ってないんですけど。確かに最近のゆうくんちょっとおかしいで。プロテインもいちごミルク味になっとったよな。やっぱりそうだ、兄貴は女の子に近づいてる。翔ちゃん、どうすれば。せやな。まあとりあえず脱がして確かめるか。は？もう逃がさねえぞ。男なら裸くらい見せんかい。ってやんでい、ってやんでい、ってやんでい、ってやんでい。ここか。おいやな。おい、何やろ。もうええから、そしゃげさせてくれ。兄貴の内側がどうなってるか暴いてやるよ。ほら。え、兄貴ってやっぱり男の中の男やったよな。やねんな、ゆうくんやっぱ男前やな。お前ら、ええ加減にせー。すいません、すいません、すいません、やめてー。